はい、JR ですね、船橋駅。ちょっとここからですね、今日泊まるところにちょっと行きたいと思います。ロマンシングスロットって書いてありますね。ロマンシングスロット、ロマンシング坂じゃないですけどね。ここはすごいですね、華やかな感じでございますけども、今日はですねちょっとぐるっと回りたいんですけども、十割所はうまそうな素材が来ました。私の大好きな盛りそば、十割そば390円。うわ、うまそうだな、これ。うわ、ちょっとうまそうなんで、ちょっと一旦ここで終了したいと思います。ちょっとですね、東部のですね、船橋のですね、前に盛りそば屋切ります。はい、じゃあそばはですね、またそばの件を見ていただければと思いますけど、ちょっとですね、カプセルホテル向かいます。世界の山ちゃんだ。世界の山ちゃんだ。あった。そこだね。カプセルホテル、来ましたね。そんなに離れてないですね。すげえ近いな。ズドーンとですね、ここですね。ズドーン。カプセルホテル、ここですね。はい、じゃあここのカプセルホテルですね、ちょっと用事があってきましたんで、ここちょっと堪能したいと思います。ありがとうございます。ここでございます。